皆さんおはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。この動画を視聴するすべての方への注意点です。す、え、べ、ー、てお読みになりましてですね、この動画を止めてすべてお読みになりまして、す、え、べ、ー、てをご承諾いただいた方のみ、次、え、のー 動画をね再開して引き続き動画を見てください、えー、承諾1つでもね承諾いただけない方はここでそーっと動画を止めて他の人の動画を見てくださいよろしくお願いしますそれではいきます2019年3月1日金曜日暗号資産草コイン中野研究会もう3月になっちゃいましたね2ヶ月終わりましたねもうね今年入って いやー早いですね、お正月、まあ、年末年始覚えてますよ、まだ <laughs> 鮮明に。年末、名古屋行きましたからね、年末年始はね、で年末 <coughs>、部屋の掃除したりね、えー、と皆さんと一緒にね、えー、YouTube ライブ、毎晩やったの覚えてます。はい、それで、まあ、名古屋行って、名古屋で飲み会やったりしたのも覚えてますよ。 はい、で年始ですよね、箱根駅伝1月2日、3日あって4日は長野県、ん長野、松本市か行って、えー、コンサルティングやりましたね、はい M、FX、DMM とか XM の MT4 の立ち上げとかね、あとは使い方の説明はしました。 えー、それが1月4日でしたが1月終わって2月終わっちゃいましたね3月で3月も早いですね年度末なんで,で年度末なんでねむちゃくちゃ忙しいですねであっという間に終わって4月ですよもう桜の季節で暑い暑いって言ってる季節ですね3月は卒業式のシーズンであっという間に、まあ、3月終わって4月、まあ、入学とかね入社とかがあって 4月もあっという間に終わって、えー、ゴールデンウィークですね、まあ、天皇陛下が変わってですね、まあ、4月1日に元号が発表されますからね、新しいのがね、楽しみですね、そして <coughs>、今年のゴールデンウィークは10連休ですからね、皆さんどうします、10連休、僕もどうしようかなって考えてますけどね、うーん。 10連休されて、まあ、毎日、毎日休んでるようなもんですけどね。はい、それでは行きたいと思います。本日のお題本、えー、ドル円仮想通貨マーケット分析ですね。朝のいつものやつですで。昨日はね、米朝首脳会談がまさかの不調で終わりましたね。まあ、トランプさんのいつもの、は,はったりを聞かしたやつなのかもしれないんですが、もう勘弁してくれと。もう勘弁してくれと、アメリカ。 まあ、トランプさん、<laughs> まあ、自国に帰ると立場弱いですからね。だから、海外で、まあ、自分の存在感アピールしようとしてるんだけど、まあ、中国も北朝鮮もロシアも、もう疲れたね。アメリカのトランプさんには疲れて、まあ、やってらんねえと。アメリカ、アメリカとまともな会話なんかできやしねえよと。そんな感じなんでしょうね。うーん。まあ、トランプさんのいつもの、 はったりを聞かせて、やっぱりやんねえよ、みたいなね。はしご外しですよね。よくありますよね。まあ、会社の中の内部構想でも、えー、言った言わないの世界でね、はしご外されるし、お客さんとの商売の間でもそうだし、まあ、提携関係結んでるね。会社の間でも、あ,ある一つで、ね、はしご外されてね、そんなこと言ってねえよ、知らねえよ、つってね。まあ、何度もやったりやられたりと。 いや,やったりはあんまりしなかったけど、やられてね、とんでもない目に遭いました。まあ、今回は北朝鮮、かわいそうでしたね、うん。まんまとアメリカにやられたって感じですかね。わかんないですけどね、何があったのか。うーん。まあ、中国の態度はこれで降下しましたね、うん。もうアメリカ許さないって感じだったと,だと思いますよ、ロシアもね。で、アメリカの支配発表が良かったので、 爆上げいたしましたと。どういうことだったのか、ちょっと <coughs>。まずはね、ドル円の相場から見てみましょう。ということで、これ MT4 なんですが、MT4 の、まあ、ちょっと僕ね、昨日の朝の動画で、酸素についたから、こことね、これダブルトップで真ん中があって、酸素ついたから200、 250ピプスから350ピプスすごい下がるよとダーって言ったんだけど上がっちゃいましたね上がっちゃいましたねいやーこれは本当申し訳なかった申し訳なかったうーんまあ僕のね言ったことで、まあ、僕を信じてですね、えー、結構ねショート出てくれた人多かったと思うんですけどいやで 一応私もですね、ここら辺でショート入れたんですよね。朝。まあ、何時ぐらい入れたかなここ。ここら辺で入れたんですよ。6時40分、6時半ぐらい入れたかな。ショート。一応下がったんですよ。30ピプスは。30ピプスここら辺で入れたんでね。ここだとさ、38、そうですね。38ピプスぐらい下がったんですよね。 まあだから動画を聞いて入れた人はこの辺からだから30ピップスくらいかな。下がったんですよね、一応ね。はい。それでまあ理学しとけばよかったかな。で、私はですね、昨日は、大きなままでいくか。昨日はですね、ここからショート入ってですね、 えちょっと出かけなくちゃいけなかったんで、東京の方にね。で、この辺で、この辺でね、ずっと持っててもよかったんだけど、出かけなくちゃいけなかったんで、ここら辺でですね、えっと、決済しました。はい、ここで入って、この辺で決済したんですよね。はい、それで、昨日はどうだったかというと、 えーっとですね。こちらですね。はい。あの、取引履歴はこれです。それで、見にくいでしょう。うで、これ、用意しました。拡大鏡。はい。200%。こんな感じですね。もっと大きくする ?300 でもいいですよ。こんな感じですね。昨日はね。それでね、これ、すごい便利ですよ。で目悪い人は、これ出しとくといいですよ。 で、どうやって出すかというと、Windows の機能であるんですよ。ここ左の、こう押して、ここの、何これね、ねじ回しみたいなやつを押してですね、<coughs> この簡単操作っていうのがあるでしょ。簡単操作。押すんですよ。えっと、この中で拡大鏡ってあるんですね、ここにね。で拡大鏡を押して、これオフのままになってるから、最初は。で、オンにします。オンにして、あとは、ここの拡大鏡画面を、 折りたたんでフロート状態の透明な拡大鏡を表示するとここもチェック入れてくださいね。こうやってね。はい。で、閉じると。そうすると、こう、虫眼鏡が出てくるんで、透明な虫眼鏡で,で、これを虫眼鏡に押すと、こう出てくるんでね、拡大鏡でこれやってると、大きくなりますからね。で、使わないときは、こうやって透明な虫眼鏡になってるんで、便利です。 で昨日は、えっ、ー、と、2月28日ですよね。2月最終日ですよね。で、えー、朝に <coughs>、これはちょっと日本時間じゃないんでね、困っちゃうんですけど、朝ですね、36万円。ちょ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 ,ちょ、これですね。これは多分、真夜中やったやつで、あ、これはあれだ。 前日の夜にですね、えー、前日の夜の秘密ライブですね。あの、秘密ライブ誰でも、誰でも、あの、入れますけど、前日のアルファ回線を利用した秘密ライブ、何、何十人ぐらいいたかな ?30 人ぐらいでやったのかなまあ、誰でも入れますけどね。えー、秘密会議で、えー、皆さんと一緒にライブでですね、え、FX やって36万稼いだやつか。 で、その朝ですね。朝、取ったのが、155万取りましたね。はい。あの、昼ぐらいに決済したんだよね。12時ぐらいに。12時だったかな。11時ぐらいかな。11時半かな。12時かな。うん。決済して、えー、車でね、東京の出かけました。仕事でね。で、なんとなんと <laughs>、これね、これ34万5300円マイナス何かっていうと、 スワップ金利なんですよ。あの、ショート、まあ、売りで入ったんでね。スワップ金利発生しました。で、僕、ま、あの、6時、朝の6時をまたいだら、スワップ発生すると思ってたんだけど、まだ冬時間でしたね。3月の第2週くらいだったっけな第3週かなわかんないけど、夏時間に変わるんだよね。世界が、ね、世界とかアメリカがね。<laughs> 世界的にね。それで、 あのまだ冬時間だったから、朝の、日本時間で朝の7時をまたぐと、スワップ金利が発生しちゃうんだよね。で、マイナス34万5300円払いました。払いました。はい、それで朝、昨日ね、取ったのが155万。あと、えっと、夜、夕方帰ってきたんですよね。夕方帰ってきて、えっと、 えっとまあここら辺で入っ朝はねこの辺で入ってこの辺で一応一旦決済してね夕方帰ってきてえっとこの辺で入ったんですよまたショートしたら一旦上がっちゃってマイナス70万ぐらい最初ねマイナス50あプラス50万ぐらい行ってあプラス100万ぐらい行ったのか でこの辺はちょっと仕事してたんで見れなくて、マイナス70万ぐらい行って、あ、やばいなと思って、損切りかなと思ったら、またプラス50万ぐらい行ったんですよね。で、こう、上行ったり下行ったりしてたんで、またマイナス70万ぐらい行ったりして、どうなのかなと思って、して、一番最後にですね、またマイナス80万ぐらい行ってですね、で、直後にプラスになったので、そう決済しちゃいました。もう横横だったので危ねえと思って。 そしたらですね、指標発表があったんですね、昨日10時半にね。で、これ忘れてて、直前で決済できて良かったです。で、その夜決済したのが、皆さんもこれ、あの、便利ですよ、これ。MT4 でね、注文出すときとかも、例えばさ、いつもここにいるからね、この画面でしょ、これ新規注文を押すじゃないですか。これ字ちっちゃいじゃないですか、ここ。で、これも、 こうやってやると大きくなるんでね、あの、便利です、こうやって。どっちやったかなとかね。ここに入れる水準あの、私、これから有料動画もこれやりますんでね。で、あの虫眼鏡いつもここにいるんで。はい。で、虫眼鏡透明にしないといつもこういう形になってんだけど、あここの裏が見にくいんでね。 あのこれをどかしたら透明になっちゃうのが一番いいかなと思いますけどはいすいませんそれであとそうですね夕方会社から帰ってきてえ三34万あれ,あれどうやったかなあれもう1個取ったんじゃなかったかな夜これですね34万取って だと思う,うーん、そうですねあ。ちょっと待ってください。これちょっと逆になってますけど、あ、そっか。ここでやればいいのか。ちょっと待ってください。時間別にして、こうですね。はい。朝155万取りましたよね。そうですね。で、これは夜じゃなくて、昨日の夕方帰ってきてから36万取って、 昨日のライブ中に34万ですね。昨日の夜の秘密ライブ。これ有料会員、無料会員。関係なくやってます毎。毎晩もね。1時間半ぐらい毎晩やってますから楽しいですよ。皆さんも参加されたらはいかがでしょうか。あの、個別にね、私まで LINE でメールアドレスいただければ。はい、LINE、まあ、LINE やってない方はメールでメールアドレス。 をご自身のメールアドレスね、送ってくれればいいですよ。ほんで、これはあのライブ中にみんなで、えー、撮った34万ですねで。昨日はこれとこれとこれだから、いくらだろう。155足す36足す34。225万ですね、昨日はね。で、だから、最初500万入ってるでしょだから、 2日しかやってないですけど27と28しかやってないですけど1127万4700円いきましたなのでここから500引くでしょ112747引く500627万4700円ですね稼いだのが2日間 で万円これが大きかったね、スワップポイントがね、まあ。仕方ないけどね。<laughs> はい。これ、すごい便利なのでね。拡大鏡 <laughs>、便利です。これ、ちっちゃいもんね、字がね。なかなかちっちゃくて、やりきれないですよね。拡大鏡、Windows で無料の機能でついてますからね。ここですよ。今この押して、簡単操作の拡大鏡ですね。オンにして、 ここをチェック入れると拡大器を折りたたんでフロート状態の透明な拡大器を表示するとこれ便利ですねうんまあチェック入れなければこのままずっと出てますけどねうんはいそれで今日どうなるのかということなんですが本日どうなるのかってことですよねちょっと今落ちてますよね日本時間は 落ちるかもしれないしわかんないですね。日本時間はネガティブなんですよね、いつもね。まさか上げるとは思わなかったですね、本当にね。まあ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 、米朝首脳会談が、ね、不調に終わったのでね、落ちるかなと思いましたけどでな、なんで上がったのかというとね。 あのまあ、経済カレンダー経、経済指標の、昨日、2月28日、昨日ですよねで。朝から盛りだくさんあったんですけど、こうやってね。うん。だから、重要度、星、星がいっぱいついてるやつは気をつけなくちゃこれは、えー、その前、水曜日の夜ですね。で、昼間は星が多いやつは少ないんですよね。で、やっぱこれですね。十時半の、昨日の夜10時半の、これですね、星5つ。 でこれがやっぱり良かったんですよね前。あの前予想よりもね。前回と予想が出てて、予想に対して結果がどうだったかですよね。前回の数値との兼ね合いは関係なくて。なんで予想との結果として、はあ、予想との比率兼ね合いとして、1 <laughs> 個だけね、あのマイナスになったけど、あとは全部プラスだったので、上がっちゃいましたね。うーん、これあ、シカゴ のやつも良かったですねそれとじゃあ今日はあとちょっと待ってください夜,夜のやつも良かったかな <laughs> ちょっと待ってくださいうんそうですね良かったんですよねそれで今日はどうかっていうと3月1日ですよね今日金曜日なので えー、金曜日の、はい、あ、第1金曜日なので雇用統計かなと思ったら来週でしたね。で、今日は、まあ、日本の統計、まあ、8夜なんで終わってますけどね。えー、雇用 <coughs> 統計の発表なんかもありますが、今日も盛りだくさんですよね。で、やっぱり10時半ですね。星4つ。 50時半で、気をつけなくちゃいけないのは、あと0時ですね。夜中の0時ぴったりに、えまあ、土曜日になってますけど、金曜日の夜です。24時ですよ。に星5つがあるんで、ISM むちゃくちゃ動くんで、これ。製造業景気指数ね。むちゃくちゃ動くんで、まあ、やらない方がいいよね、基本はね。<laughs> ドーンってして行くかもしれないし、上行くかもしれないんでね。うん。それか、もう、一か八か。 あのお金だいぶ失ってる人は、一か八か指標ギャンブルっていうのがやってね、一か八かで上か下かでかけて、指標発表の30秒ぐらい前に <laughs> エントリーしてかけるっていうのもあるしね。30秒前だとね <laughs>、結構スプレッドが開いちゃうので、やっぱり3分とか5分ぐらい前にエントリーしておかないとダメかもしれないね。ミシガンは3か。今日の夜、 厳しいねそしてまああと来週月曜日でしょそしてねうんそう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 それで雇用統計はね大体ね3月1日1日が金曜日だったら1日に雇用統計あるんだけど今回は来週に持ち越しでしたね3月んんちょっと待ってください、えー、ここか 3月8日金曜日ですね。3月8日金曜日にアメリカ雇用統計ですね。10時半。これ欲しいつつですね。これもちょっと動くんでね。最近あんまり動かないって言われてますけどね。ちょっと動きますよね。ただ今日の夜の方が動くかな。ISM。うーん、そうだな。まあ10時半気をつけなくちゃいけないのと、ん <coughs> ?10 時半ですよね。3月1日ですよね。 それと、やっぱり夜中の24時は本当に欲しつつなんで気をつけてください。まあ気をつけるってどういうことかというとやらないってことだねはね、い、ポジション取ってたらもうマイナスでもいいから損切りしてしまわないといけないですね。うん。さらにマイナスが深くなるかもしれないし、まあ、助かる場合もあるんですけどね。うん。はい。あとは、 えっと板ですね。売り板どうなってるかというと、これですね。んえー、っと今は111円441ですよね。441、441なので、えー、ここら辺です。111円44。 この辺ですね。だから、売り。まあ、これは、あの、外為トコムさんのコジ、まあ、ポジション。予約注文一覧表なんですけど、上がってますよね、これね。だから、すごい上がってますね、これ。<laughs> すごい上がってますね。これ、<laughs> 9時前の発表かな。 すごい上がってますね。なので、今、4、1 1一円428ですよね。うーん、これ、売りが結構、売り圧力が強いんだけど、買いも結構入ってんですよ。買いも入ってて、だから、売りを打ち消すぐらい買いが入ってるんでね。えー、4、今が勝負ですね。450。今、436ですから、ちょっと落ち,落ちたり。 してますけど、45の株を、株は突,突破するとよ、50は、50はいくでしょうね。あー行っちゃった行っちゃった。行っちゃってますね、すごくね。行ってますね、50。そうするとここら辺、売りがあんまり入ってないのでね。そして、80まで行くと、ものすごい、こう、買いが入ってるんで、ひょっとしたら今日中に百二十112円。 い,いかもしれない、ね、ここでここでロング入れるのはちょっと怖いけど、まあ、もう一回押し目つけたらロングを入れると、まあ、かなりかなりのそうだね4040 40ピプスぐらい取れるかなうんっていう感じですねはいあと仮想通貨につきましては すみません仮想通貨につきましては、えっと、私の方でね、今まで、えー、去年の7月から、えー、仮想通貨の、えー、セミナーの資料を用いた動画ですね。セミナーをもう一回動画で、パソコンで動画で撮影したやつとか、あとは、えー、っと、一覧表ですね。あのー あの有望、草コイン有望リスト一覧表を、もう一度ね、新しく有料会員になってくれた人にえ今、差し上げてます。そして動画も全部で20本ぐらいあるかな、草コイン選定方法、初級編と初級編と上級編と、あとはねす、す、あ、べ、のー、ての仮想通貨を4つに分けたんですよね。えー、国内メジャーコイン、国内草コイン、海外メジャーコイン、 海外草コインって分けて4つについて選定をしてそして、まあ、一部分についてはレーダーチャート分析もやってあるしあとはポートフォリオですねどういう考え方で投資していったらいいのかとそしてそれぞれの仮想通貨は何倍ぐらいを目標にね利益を出すという計算をしていったらいいのかっていうのも資料を作ってエクセル表で作って差し上げてますので ぜひね、今日3月1日ですから、今日お振り込みいただければね、1万円ね、あの、YouTube の動画解説欄にね、こうあの私の社団一般社団法人の口座、口、えー、座番号書いてありますからね、三菱 UFJ 銀行。そこで1万円振り込んでいただいて、まあお電話でも結構ですし、メールでもいいですし、えー、LINE でもいい。まあできれば LINE がいいんですけど、 えー、振り込みましたので、有料会員お願いしますって言えば、言っていただければ、いろんな資料ね、草コイン投資法ですね。あとは FX なんか毎日やってますからね、えー、ライブでね、エントリーとか、決済とかもやってますから、一緒に、えー、資産を増やしていけるんじゃないかと思います。僕もね、えー、まあ、海外の講座を使うと、結構レバレッジが効くので、 えーま、たった2日間で資金が倍になるわけですよ。500万が1000万超えるわけですね、これ。2日間で627万稼いでますからね。たった2日ですよ。まあ、やろうと言えばもっとね、何千万もいったんですけど、何千万もいったんですけど、ちょっと僕もあの経営コンサルティングの仕事をやりながら FX やってるもんですから、まあ、ここら辺で勘弁してくれって感じですね。あ,あと、ライブ中とかだとちょっと、 あの集中力が散漫になるんでね、まあそれでも行くわけですよね。さあ、どういう考え方で投資していったらいいのか、まあ、エントリーして決済していったらいいのかっていうのは、あの私の方で、ある程度のまあ法則っていうのを、まあ、ル法則というかルールだよね、ルールを決めていますんで、それの資料もね、お渡しできればと思いますので。 えー、今日は3月1日で金曜日ですからね。明日、明後日だと銀行のね、口座の確認できないのでちょっともったいないかなと思いますよ。ですから今日中にね、振り込んでいただければと思います。で、草コインとか仮想通貨については、やっぱり、まあ、こんだけ安くなってんだから、もう無理だろうと。馬鹿じゃないかと。こんな今から買ってもね。うん、また下がるんでしょ、どうせっていう人と、それはそれで結構です。そう,そうですからね、確かに。 それとともに、いやでも経済の基本は、安くなったら買うんでしょと。安くなった、安くなったら買って、高くなったら売るんでしょと。だから今安いんだから、買い、買いの季節ですよねと。買いの時期ですねと。で、また、今安くなったらね、また、あの、もう少し買いだめしていくっていうね、ドルコスト平均法を使うと。 そして、えー、っと、まあ、どうせずっと安い時期っていうのはないんだろうから、こうやってね、去年だってずっと安かったわけですよ、何年も。何年も安い時期続いたんだけども、これを我慢して、コツ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 ね、下がっても買いだめしていった人が、やっぱり送り人になったんですよね。なので、まあ、諦めずに我慢した人、石の上にも3年じゃないですけどね、こんだけもう下がったらもうダメだろうと。 いう質問に駆られている人は、やっぱり学生時代もね、子供時代も学生時代も、会社員の時代もね、やっぱり何一つ成功できなかったの、一つとは言わないけど、成功できなかった可能性ありますよね、でも最後まで我慢してした、た我慢してね、努力してきた人だけが、やっぱり最後にね、送り人になったんですよね。まあ私 コンサルやってたんでよくわかりますどういう人が送り人になったかっていうのは送り人にも,とも何度も何人も会ってきました仮想通貨ねセミナーにも来てくれたしそして個人コンサルティングも何人もやってきました仮想通貨で本当に1億円以上持っている人をコンサルやりましたでそれで分かったことはやっぱり継続ですよね諦めなかった人だけがえー、やっぱ最後にはねハッピーエンドで終わってますね 逆にね、このピンチをチャンスに変えるにはどうしたらいいかっていうのをよくよく考えていただければと思います。はい、それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。またね、えー、今日も頑張って FX 投資していきましょう。失礼いたします。